続いてのお客様はこの方、イリさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。かわいい、おしゃれ、ジャラ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 、すみません。いや素敵です。綺麗、もうね、犬とかいたらこうやろう。確実にあのもう標的ですよね。やらせたいな、うちの犬に。うちも連れてきたいな。カミカミしますよね。すいません。私は初めまして。そうですね、お会いするの初めてです。はい、事務所は一緒なんですけど。事務所が、事務所の大先輩でまして、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お二人は初めまして。事務所の先輩でしたっけね。僕事務所の僕後輩だった気がする。本当ですか。よろしくお願いいたします。初めまして。初めまして。よろしくお願いいたします。すみません。お願いいたします。イリです。なんか、はい、私イリさんの楽曲を拝聴しまして、はい、なんかなんかこうビジュアルからもう少し、はい、なんて言うんでしょう、はい、女の子って言っていいのかわからないですけど、はい、その高い印象の声の感じなのかなと思ったら、はいはい、すっごくローがかっこよくて。かっこいいっすね。そうですよね、はい、それこそ本当に最近、はい、あの出されました摩天楼が、はい、オクターブが3オクターブぐらいあって、それをしかもなんていうんですかね、女性キーでこう、うん、始まるドではなくて、その、はい、もっと下から始まるから、はい、なんかそのオクターブの広さも素晴らしいですし、なんかこの華奢な体からすごく説得力のある、なんて言うんでしょう、年齢を感じない歌声で、とても素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。大絶賛じゃないですか、はい、恥ずかしいですけども。ありがとうございます。やっぱ低い声ってなんか女性の方であんまりこう出す人珍しいんじゃないですか。なんかその低い声がこうなんて言うんでしょう、何もしないでこうふっと聞いていると、うん、イリさんが歌われてるっていう印象を持たずにこう聞いていると、はい、一瞬男性の声にも聞こえますし、うん、まあ、そうですね。そうなのに上の方に行くと、うん、すごく女性らしい声も出されますし、うん、はいはい、そうなんです。先輩からの、いやー、ね、本当にちょっと言葉が出ないですね。そうですよね。やっぱこんだけ褒められたら逆に褒め返さないといけないからですね。はい、たくさん今日も褒めろよってことじゃないですか。はい、あのもうそんな扱いじゃないですから。欲しがってるじゃないですか。で、私のターン、私のターン、そうですね、じゃあ一つぐらい。はい、ということで、はい、会いたいわは TikTok、うん、国内週間楽曲ランキングで1位にランクイン。すごい、はい、すごい、ありがとうございます。曲調がエモいとか歌詞が刺さるって話題になりましたね。さらに、はい、さらに、うん、はい、クロエやバレンティノなど、うん、ハイブランドのパーティーでもライブをしていて、ファッション業界も注目のアーティストなんですね。いや、だからおしゃれなんですね。そういうことだ。うん、もう好きなものを好きなように着ている感じです。素敵、はい、好きなものね、好きなように着たらね、普通ガチャガチャになりますからね。僕に関しては着るものこれしかなくて毛玉になってきました、はい、あ、それも犬にやりたいな。やめてください。それもちょうどおしっこするやついいな。なんでおしっこのトイレマットみたいになってるんですか。水槽だな。しかもその一箇所だけボロボロだとちょっとなって感じだけど、犬にこう全体的に何させたいんですか俺で。いいじゃないですよ。はい、ということで早速行ってみましょう。はい、リサが聞いちゃう10の質問。よいしょー。寝つこうな。去年デビュー5周年を迎えたイリさんのことをよく知ろうということで、10の質問を用意しました。はい、はい、じゃあいいですか、はい、メモっていきますね。はい、行きましょう、はいはい、ポンポンと、ポンポンと答えてもらって、ね、最後にいろいろ聞かせてもらいます。はい、それではテンポよく行きましょう。はい、はい、それでは行きます。まずは1、シンガーになろうと思ったきっかけは、うん、カウンセラーに、スクールカウンセラーになりたくて、それがきっかけでした。へえ。2、影響を受けたアーティストは、アリシア・キーズとジェニファー・ハドソンです。なるほど。あ、ちゃんと聞き取って。ジェニファー・ハドソンとアリシア・キーズです。あとで聞きます。もうかけないだろう、もう。今までかけなかったらもうかけないよ。3、弾き語りを始めたきっかけは、カバーするの、カバーをずっと歌ってたんですけど、カバーするのに飽きたので自分の曲を作り始めました。へー、かっこいい。4、過去にジャズクラブで働いていたと聞きましたが、きっかけは、うん、バイトしてたレストランの先輩に誘っていただいただけです。はい。5、デビューのきっかけは、ナイロンという雑誌とソニーミュージックのオーディションでグランプリをいただいて、はー、デビュー。
6、等身大の恋愛観を書いた楽曲もありますが、どこからインスピレーションを受けてますか？はい、実体験すべてです。かっこいい。はい、実体験。ちょっとその手で聞かないといけない。急にドキッとしちゃう。7、人生で最も緊張した瞬間は？テレビでの、生放送歌唱が一番緊張して記憶がございます。はい。8、声に説得力があるイリさん、自分の声が特徴的だなと初めて思った瞬間は？初めて思ったのは、カセットで自分の声を録音して聞いた時。へえ、はい。9、今まで隠してました、実は〇〇でした、意外なパーソナルを教えてください。結構おちゃらけというかなんかふざけるのが、なんかネタ、なんかこうダジャレ言ったりするのが大好きです。意外ですね。やついさん後でお願いします。10、東海エリアの思い出の場所は？思い出の場所、でも名古屋は結構ライブをたくさんやらせていただく経験が、時がいっぱいあるので、名古屋のライブハウス、ただ、はい、行きます。はい、ということで以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい。ダムダムかけた？かけました、無事に。見して見して、はい、かけてたのかな。ちゃんとかけました。いや、影響を受けたアーティスト、そのカウンセラーっぽく書いてるけどもジュニファーって言ってた。何ジュニ、カウンセラージュニファーってなんか同じ雰囲気で書いてるけど何そのカバースノーにカバースノーに飽きたって何。ちょっと急いでるんで、そうなんですよ、急いでるんで、ちょっと5時から多分あれですよ、ジェニファー引きずったんでしょうね。そうですね、そうですね、はい、いいですね、セット。いや生歌唱、生歌唱、うん、いや、まずやっぱり私が気になったのは、はい。